DST 作ってみた。始まるよ。ということで始まりました。そしてお久しぶりです。白石です。今回はこれ。ATST&スノースピーダーのキットを作っていきたいと思います。このキットは ATST とスノースピーダーが入っているキットになるのですが、今回は ATST のみ作ります。スノースピーダーは次回以降に作っていきたいと思います。それでは早速組み立てていきましょう。今回はタイムラプスは使用せずに倍速で組み立てていきます。というのもこの ATST たったのランナー2枚で完成するという超絶お手軽プラモなのです。日頃からプラモデルを作っている人であれば数十分程度で作りきれるボリュームです。そして簡単に作れる割には完成度がかなり高い、とてもいいキットですね。さて、組み立て途中に話すことがなくなってしまったので、ATST の解説をば。ATST は、帝国軍が使用するウォーカーである。軽装備であるため、AT-AT と比べて機動性などに特化している。顎部分には2対のブラスターキャノンがついていて、頭部左右にレーザーキャノンとグレネードランチャーがあるほか、足には鍵爪があり、物理的な攻撃も可能。はい、こちらが組み立てた ATST になります。小さいけれど情報量が多くかっこいいですね。さて、ここからゲート処理、表面処理をします。はい、それではゲート処理を行います。ランナーから切り離した後についている出っ張りを処理する作業ですね。本来であればデザインナイフなどの刃物できれいに処理をするところなのですが、ちまちま削るのが面倒なので、私は金属ヤスリで一気に削り落としています。ヤスリで削るとめちゃくちゃ楽なんですよね。まあ、削りすぎてパーツがえぐれることが多々ありますが、時短になるのでヤスリ一択ですね。はい、続いて表面処理を行います。パーツについているパーティングラインを消していく作業です。この作業はデザインナイフを使用します。パーツに刃を立ててスライドさせていくカンナ掛けをパーツにしていきます。カンナ掛けを行うとパーティングラインを簡単に消すことができますね。この作業でパーティングラインを消すことで、模型のチープな感じが消えてくれます。はい、これがパーティングラインを消したパーツになります。綺麗に消えていませんか？残っている部分はヤスリで消していきます。続いてディテールアップを行います。ATST のブラスターキャノン部分が埋まっていてかっこよくないので、穴を開けかっこよくします。使用するのはピンバイス。今回は 0.5 ミリのもので穴を開けました。穴を開ける前に毛ガキ針などで当たりをつけ、ブラスターキャノンが折れないように慎重に穴を開けていきます。ここでパーツが壊れてしまうと、かっこいい模型が台無しになってしまいます。はい、こちらが基本工作を終えた ATST になります。ゲート処理とパーティングライン消し、武装に穴を開けるという簡単な工作ですが十分見栄えが良くなりました。ATST ですが、基本工作が終わった後に艶消しクリアーを吹きました。この後にウェザリングを行う予定なので下準備ですね。さて、ATST の作業が一段落ついたので、次はプラモデルを飾るためのジオラマを作ります。まずは簡単に設計図を変えて。まあ、完成予想図はこんな感じですね。スターウォーズエピソード6に出てきたイボークが住んでいる森をイメージして、その森のちょっと開けた場所的な感じでジオラマを作ります。いい感じでしょ？まずは設計図を見ながらベースにいろいろと書き込んでいきます。ちょっとした丘であるとか、草はどの辺に生やすかとかですね。事前に設計図は書いているので、設計図と頭の中の完成像を比較しつつ、模型を置いてみたりしながらバランスを見ていきます。はい、下書きが終わったので丘を作っていきます。丘を作る際、粘土だけで丘を作ってもいいのですが、粘土だけで作ってしまうと乾燥に時間がかかったり、たくさん粘土を使わなければいけなくなり少しもったいないので、アルミホイルである程度の高さを出し、その上に粘土を持っていきます。このようにすれば粘土も時間も節約できて一石二鳥ですね。さて、アルミホイルで高さを出した次は粘土を持っていきます。
使用する粘土はダイソーで売っている石粉粘土を使用します。ジオラマ作成時には石粉粘土の使用をおすすめします。紙粘土を使用すると色を塗ったりなどの作業をしていると水分でネチョネチョになります。コント水などをたくさん使うのでできるだけ石粉粘土を使用するのが無難かな。さて、粘土を盛る作業ですが、ある程度の粘土の塊を取り、指でできるだけ薄く伸ばしていきます。粘土を薄く盛ることで乾燥も早くなりますし粘土の節約にもなります。今回作るような感じでジオラマを作るとすると、石粉粘土一つで7、8個作れるんじゃないかな？小さいジオラマを作る場合ですけれども。はい、石粉粘土を盛り終えたので、粘土の上にティッシュを貼ります。ティッシュを貼る際、ボンド水を使用して貼り付けていきます。ボンド水を作る目安として、水3、ボンド1の割合でボンドを希釈します。ボンド水が完成したら、ジオラマの上にティッシュを置きボンド水を含ませた筆で、押し付けるように貼り付けていきます。はい、ティッシュを貼り終えたらプラスターを塗っていきます。プラスターは石膏ですね。この素材だけは100均で手に入らないと思います。多分、プラスターは粉状の素材で、使用するときにはボンド水でドロドロにします。先ほど作ったボンド水と同じ希釈濃度のものを使用し、プラスターを1、ボンド水を1の割合で混ぜます。そうするとちょうどいい濃度で一番使いやすいかなと思います。今回は丘の部分に水1プラスター1のプラスターを、平らな部分には水3プラスター1のプラスターを使用しました。プラスターの濃度が濃いと乾燥した際ゴツゴツとした雰囲気に、逆に薄いと軽い荒野のような雰囲気に、そのような違いを出してみました。はい、プラスターを塗り終えたのでジオラマに色をつけていきます。使用するのはアクリル絵の具。私が使っているのはダイソーで購入したアクリル絵の具です。このアクリル絵の具を水で希釈します。これは色水を作るような感じですかね。とにかくシャバシャバな状態になるまで水で希釈します。今回使用した色は茶色、黒色、緑色です。緑色はアクリル絵の具を切らしていたので、タミヤアクリルで緑を作り水で薄めたものです。この色水を茶3、黒1くらいで着色していきます。これは地面に色を塗る場合で、緑色はジオラマを作る際に描いた設計図を見て草を生やす部分に塗ります。着色は色水を使用しているため、一回塗っただけではかなり色が薄いです。なので何度も色を塗り重ねるようにしていくと綺麗な色がついてくれます。プラモデルの塗装と同じですね。はい、ジオラマに色を塗り終えたので草を生やしていきます。使用するのはダイソーで購入した苔です。この苔をハサミで細かく切り刻み、切った際にできる細かい苔を貼り付けます。はじめに細かい苔を指でつまみパラパラと落とし、その上からボンド水を滴下していきます。一気にボンド水をかけてしまうとせっかく巻いた苔が流れていってしまいます。なので面倒ですがちゃんとスポイトを使用して気化させていきます。使用するボンド水はプラスターを割った時と同じくらいの希釈でいいかな？まあ、ある程度シャバシャバでないと苔にボンド水が浸透してくっつかないので、ここら辺は様子を見てボンド水を作ります。あ、この作業は紙とか箱とかを敷いた方がいいですよ。激烈に散らかります。さて、最後に苔をボンドで和えたものをジオラマに置いたら完成になります。これは箸を使った方がいいですね。さて、ジオラマが完成したので次は ATST にウェザリングをします。ジオラマに飾った時、ATST がピカピカだとどこか不自然だからね。まずはじめにウォッシングをします。ウォッシングは、エナメル塗料を模型全体に塗り、塗料が乾いたら溶剤で塗料を落としていく汚し塗装ですね。これは汚しと墨入れを兼ねている塗装になるので隅々までしっかり塗ります。使用した塗料はタミヤエナメル、フラットブラックとレッドブラウンを混ぜたもの。これをエナメル溶剤で薄めたものを使用しました。この作業を行う時の注意点ですが、塗装前にラッカークリア等のラッカー塗料で模型を保護してから作業をしてください。
エナメル溶剤はプラスチックをもろくしたりするので保護は必ずした方がいいですね。さて、塗った塗料が乾いたら溶剤で余分な塗料を落としていきます。この時、なるべく上から下へ、雨だれができるような感じで塗料を落としていくと、なんかいい雰囲気になります。あれ、倍速が、溶けた？やっちまったよ。これがエナメルでウォッシングをするときに起こる模型の破損ですね。パーツがエナメル塗料で脆くなり、軽い力を加えるとボロボロと崩れます。こうならないようにラッカー塗料での保護が必要になってくるんですね。まあ、パーツを組み合わせた状態でスプレーを吹いてしまうと、どうしても合わせ目の部分であったり、パーツをはめた部分などが保護できず、液状のエナメル塗料が保護されていない部分を侵してプラスチックを脆くしていくんですよね。こうならないようにするにはもったいないですが、パーツ一つ一つ丁寧にクリアしていかないといけません。高いキットでは確実に隅々までラッカーでコーティングしましょう。ATSD は、安いから、クリアがもったいないから、はい、先ほど壊れた足を直します。軸の部分に瞬間接着剤を塗りくっつけます。幸い、複雑な壊れ方ではなかったので接着剤だけで修理が済みました。はい、修理が終わったのでウェザリングの続きをしていきます。使用するのはリアルタッチマーカー。このリアルタッチマーカーをところどころに点付けして綿棒で塗料を広げます。この作業もウォッシングの時と同じく雨だれのような表現になるようにしていきます。雨で錆が流れ落ちた、みたいな感じですね。時間の流れを感じさせるような雰囲気に仕上げたいのです。はい、続いてはパステルでウェザリングをします。使用するのはダイソーで購入したパステルです。このパステルを茶こしで粉状にし、アクリル溶剤で溶きます。この汚しでは関節部分などに出る赤錆を再現しています。液状のパステルは乾燥すると少し粉っぽい雰囲気になるので、赤錆表現にはぴったりだと思います。はい、パステルウェザリングが終わったので、最後にウェザリングマスターを使った汚しをします。ジオラマの地面が土なので、ATSD の全体に土ぼこりをつけます。今回使用したのはウェザリングマスター A セット。ウォッシングで機体全体の色がやや暗くなってしまったので、明るい土色を使用します。こうすることで一気に明るい色が乗り、いい感じの雰囲気になります。このウェザリングマスターの作業が終了したら、艶消しクリアを吹き完成になります。それでは、完成した ATSD とジオラマをご覧ください。はい、こちらが完成した ATSD とジオラマになります。いいですねー。ジオラマにプラモを置くとかっこよくなりますねー。さて、完成した感想ですが、なかなかいいじゃないか。っていう感じです。はい。久しぶりにジオラマを作って楽しかったですし、また作りたいジオラマの構想もできてよかったですね。続いて失敗したところですが、ATSD の足を壊したところ、ジオラマにつける予定だった ATSD の足跡が消えたところです。まあ、大きなミスがなくてよかったです。ちなみにこの ATSD、めちゃくちゃバランスが悪く、このように回している最中に自立していることが奇跡。っていうくらいにコロコロ転びます。ATSD の側面には細く、壊れやすいパーツがくっついているので、飾る際には足元を接着剤か何かで完全に固定してしまった方がいいですね。私はこの ATSD を現在寝かして飾っております。転んでパーツが壊れるの嫌ですから。それでは最後に、ATSD 作ってみた。最後までご視聴いただきありがとうございました。また何か作ったら動画にするのでよかったら見てください。またね。